皆さんこんばんは。こんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます大泉太と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、またまた阿部社長の登場でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北海道の鉄道を生かそうシリーズですね。今回は、ボリューム5、5回目の放送になります。どうぞよろしくお願いします。はい、今回この並行在来線リバイバルプランということですね。これについてちょっと阿部社長にまた北海道の鉄道どうしたら活性化するのかということをお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあボリューム4からこの並行在来線、はい、俗に言う山線ですね、はい、あの函館本線の、長万部から、倶知安余市を通って小樽までに関して、こうすれば、地域のためになる、北海道のためになるというお話を、させていただいています。よろしくお願いします。それで前回と同様にですね、はい、あの尻し読売というあの尻しエリアで、読売系で配られてます地域情報誌に連載を、1週間に1回ずつもう50回ぐらい書いてるものから、ご紹介しています。はい、で関心持ってくださった方はですね、あのここのところに QR コード、はい、これスマホでアクセスしていただくとですね、バックナンバー一通り見られるようにしてあります。で今回お話しするのはですね、前回お話ししたあの余市から小樽の鉄道、それから余市から南方面長万部方面のバス、こういうふうに便利にできますよっていう話をしたのを、じゃあその財源どうするんだと、その、はい、単純にあの便利にして利用者がものすごく増えて売り上げ増えて黒字経営になるかって言ったらなるものではありません。じゃあその赤字が出る分をどうするかというのを、財源は経営分離前倒しで生まれますよというお話をこの後します。はい、で、このグラフですね、はい、令和元年度の収支状況で、長万部から倶知安余市を通ってで小樽までの全区間で費用が約28億円かかってかかりましたと、はい、令和元年度、コロナの影響が、出る前ですね。で内訳、まあここに書いてあるような施設だ、はい、車両だ、輸送だ、減価償却費だ、で合計で28億円に対して売上は、約 4.5 億円で、差し引きすると、まあ、約24億円の赤字で、これ以降、まあ、コロナの影響で激減した時期は除いて今後のことを考えてもですね、あの人口は、令和元年度以前より沿線人口減っていますし、それからコロナの関係でいろんな移動が減っていることを考えると、今後新幹線開業までの間ですね、毎年年間25億円オーダーの赤字がもう出続けることは、今の運行を継続する限りね、あの確実な話なわけです。でその費用を活用しましょうというのが、私の提案です。はい、ここにですね、はい、経営分離前倒しの意味って書きましたけども、はい、13っていうのがさっき の、 あの記事です。で JR 北海道からの経営分離前倒しによる赤字回避額は少なく見て年25億円で、はい、沿線の地域交通の維持完全改善に投ずることが自然なわけです。はい、あの JR 北海道は新幹線開業前日まではこの地域で、鉄道あるいは公共交通を維持する、まあ、言ってみれば義務があるわけですよね。はい、でそれをから解放されるわけですよ、経営分離前倒しするということで、その分で浮いた25億円を JR 北海道がそのまんまあの受け取っちゃいますよという話には当然ならないわけです。はい、でこれはあの国交省の担当の方にもですね、以前ご相談をしましたら、あのそれは国としてどうしなさいというルールとか指導とかありませんと、地域の皆さんで相談して出した結論を国は尊重しますよということを担当官の方からいただいていますので、はい、25億円を地域の、市町 JR 含めて、それから道庁がリーダーシップを発揮して、このお金は地域の公共交通を、便利にすることに使いましょうと決めれば、そういうふうに、できる話です。そういうもんなんですね。はい、でその25億円をですね、はい、3分割して、新幹線札幌延伸までの間、はい、3分の1ずつを余市と小樽までの鉄道に、まあ、8億円投じますと、はい、から余市以南倶知安長万部までのバスに投じますと、で
前回ボリューム4で話した鉄道もバスも今と比べてすごく便利になることをこのお金で十分できます。その資産はこの後改めてご説明します、はい、でまだ3分の1余るんですね、で残りの3分の1を撤去して撤去費として、積み立てるというのはどういうことかというと、はい、やっぱり鉄道が無理だとなった場合 JR 北海道は現状復旧する義務があるんですね。で自分が持ってる土地施設はそのまんまで構わないんですけども、河川を渡ってる橋ってのは鉄道を運行しているから河川専用の許可を得られて川の上を使えてるんですね。で鉄道をやめてしまったら河川管理者からその洪水防止のためにその橋桁撤去してくださいとかね、場合によっては橋脚まで撤去してくださいって言われるともう一箇所数億円数十億円すぐかかっちゃうわけですよ。でその費用を JR 北海道は負わなきゃいけないんですね、はい、でそれから逃れられるためにその積み立てておきましょうと。で8億円かける例えば8年で64億円、はい、10年で80億円ぐらいのオーダーの金額を積み立てておけばその現状復旧する、金額の、まあ、相当部分なり場合によっては全額を、JR 北海道新たにキャッシュを手配することなく使うことができますと。だから JR 北海道にとってもメリットあるわけです。こういうふうに経営分離を前倒しした上で赤字回避分の25億円を3分割して与一以東の鉄道、与一以南のバス、それから積立金撤去費のためのというのが私の提案です。これその、さっきの赤字分をこういうふうに使いたいっていうのは、まあ、皆さんでこうしようってなったら使えるもんなんですか、はい、というふうに国交省の担当官の方からもう2年前にご相談して、まあ、私の立場だとコンサルの立場でね、はい、公式の話ではないですから公式には道庁なりから相談しなきゃいけない話ですけど、まあ、そうですよね、はい、できるんですね、はい、いやそうですか。この原資の25億ってのはまあすごいですけどね。でもこれを毎月毎年活用できるっていうんであれば絶対その方がいいですね、はいはいはい、うん、で365で割り算するとですね1日700万円ですよ、700万円投じて今の本数少ない駅も少ない、うん、スピードも決して速くない鉄道、うん、で与一小樽の話ばっかり前回クローズアップしましたけども、はい、くっちゃんから先はさらに不便なんですね。そうですよね。5時間以上列車が来ないとかね、長万部方面に至ってはもう1日3本4本しかなくて通学すらまともにできないので県立高校がスクールバスを鉄道と並行するように走らせざるを得ないそんな状況になっちゃったんです。でそんな不便な公共交通のために毎日700万円の赤字が出てるというのは決して地域のためになってないですから、そうですね、それをより有効な使い方にシフトさせましょうというのが次の連載のこれに書いたことです。経営分離前倒しの意味で、でこの表のところをクローズアップするとですね、はい、与一以東と与一以南に分けて、はい、でそれぞれ鉄道とバスに分けて、で鉄道の場合は設備車両を運転し、でバスの場合は設備は道路使うので自分では持っていませんと。でそれを現行すべて使っているのに対して提案では与一以東の鉄道の設備はそのまま使いますと、はい、で車両と運転士が二重丸になっているのは、はい、与一以南の鉄道を全部やめて、はい、でその分の車両と運転士をこのまんそのまんまここにシフトですね、シフトすると前回お話ししたような朝夕20分おきで昼間とか週末は30分おきというのにちょうど辻褄合うぐらいになるんですね。なるほど。でバスはこの区間は一切やめて車両運転士に関わるコストが、ゼロになりますと。で与一以南に関してはここの 鉄道の設備の保守費が莫大にかかってますから、はい、それがそっくりなくなってでコストダウンできて、で人手は JR 北海道の中で人手不足で困ってますから他の地域に移動すれば、解雇しなきゃいけないとかね、失業問題とかってのは生まれないわけです。それからバスに関してはここの区間は思いっきり高頻度化するので車両と運転手が今よりもずっとたくさん必要ですが、それは与一小樽に投じている分をシフトすると改めて人を採用して育成するとかね、新車をたくさん買わなきゃいけないということが必要ないし、で逆に人が余るとか車両が余るとかってことがなく、だから鉄道側もバス側もちょうど与一小樽に
その鉄道の車両と運転士は集結させる、うん、でバスは与一以南に集結させることによってちょうど辻褄が合うわけです、うん、でよくできてますね。で与一以南の設備補修莫大なコストかかってる分がそっくりなくなるから、はい、全体でさっきお話ししたような3分の1分は将来どうしても廃線せざるを得なくなった場合の JR 北海道が負担しなきゃいけない撤去費に充当できますと。赤字回避分の残り3分の1は撤去費積立金としますと。であとはこの鉄道が未来永劫をちゃんとやっていけるって分かった時点になれば、その積立と分が80億円とか60億円になった分を改めてここの地域の公共交通をさらに便利にするために使いましょうというふうにできるわけです。いやなんかワクワクする話ですね。そういう議論って他で起きてないんですか？はい、協議会の中でもですね、はい、その経営分離前倒ししたらいいんじゃないかっていうのが何回か出てるんですか？で特に倶知安町がその新幹線開業前日まで鉄道が運行していると駅周辺のその工事ができないので、はい、早く経営分離前倒ししてバス転換してくださいっていうのをずっと言ってます。から御社万別町も同様です。でそれは自分のエリアの街づくりのためですけど、全体の公共交通の利便性を考えた時に、与一以南の新幹線がないところに今の不便な鉄道を運行して設備保守費に莫大なコストがかかるよりは、バス転換をして鉄道の与一以東の 2,30 分おきと同様の本数を運行した方がはるかに便利になる。あと本数だけではなくて、バスであれば学校の正門とかね、はい、病院の玄関とかね、近くまで行けますからね、役所の目の前まで、それから集落の中もねぐるっと回るっていう運行ができるわけですよ。鉄道だと駅そのものでしか乗降できないのに対して、バスの方が長万部高校通うのも便利ですねと、倶知安高校通うのも便利ですねと、大病院行くのも便利ですねと、家の近くでも乗り降りできますねというふうにできるので、もう圧倒的に与一、倶知安、ニセコ、蘭越、黒松内、長万部の間の公共交通はバス転換した方がずっと便利にできて、かつそれを地元が新たに負担しなきゃいけないとかね、国から新たな補助制度を作って出してもらわなきゃいけないってことなく、今あるお金の使い道を変えることで実行できるということです。いやーよく考えられてますね。素晴らしいですね。この JR だけにこだわってるんじゃなくて、やっぱりその地域の特性によってバスをうまく組み合わせるってね、で赤字分とそうじゃないものを組み合わせて効率よく使うっていうのは、でもこういうことって普段考えられてないんですかね。実にうまく考えられてますよね、うん、はいはい、それであと実際にね、はい、8億ずつを鉄道とバスに投じてね、本当に成り立つかって試算したものが次のものです。はいはいはい、そうですね。与一小樽のまずは実施事項と、はい、便利にすれば当然利用が増えるというのは富山ライトレールですとか天城鉄道でもう証明済みの話ですので、はい、それをまあ推計したものをこの後ご説明します、はい、で表をクローズアップするとですね、これですね、与一小樽の、はい、鉄道の実施事項と利用増見込みで0基現行は、2000人超えていたんですけども、はい、コロナの 前です、ね、で数字を丸めて、安全側というか少なめにざっくり2000人1日あたりの利用者をスタートラインとします。で第1期はもう余計な投資は何にもしない で所要時間は鉄道だったら与一小樽間22分から24分で問題なく運行できます、はい、で前回具体的な時刻表を示ししたように平日朝夕は20分おき、はい、でその他の時間帯も30分おきなので、最低限使えるようになる、よく言えばもっともっと多い方がいいんですけど、はい、今の2時間来ないなんていうのと比べたら圧倒的に使えるようになる。でそれによって富山ライトレールその他の実績からですね、多分2倍ぐらいに増えると私は想像しているんですけども、はい、ここはもう安全側で少なめに見て 1.4 倍に増えて2800人、それから与一駅の東口にイオンはあります、コープはあります、住宅街は広がってます、はい、だけど改札口ありませんってなってるんですね。でそれを改札口を作るのはすぐできる話です。それから与一町内と、小樽市内に1キロピッチに、合計11駅っていうのをお話ししてますけど、はい、第2期の段階では今の車両の性能でいくとですね、1キロピッチだと
加減速に時間がかかりすぎちゃって不便になってしまうので、まずは1駅ずつ、作ると。でその分で、利用増をこの時点から 1.3 倍ぐらいというふうに数字を設定しました。実際は多分もっと増えると思うんですが、少なめに見て 1.3 倍で3600人。でさらに第3期はですね、新たな車両と信号を開発して、はい、で、はい、あとは地方鉄道を活性化する上ですね、私は自動運転がもうものすごく有効だといろんな場で提案しているんですが、はい、無人にまでしようと思うとシステム開発大変コストがかかってしまうので、有人自動運転というのを推奨した。で有人というのは、はい、シニアの方に監視員として乗っていただいて、で安全の担保はシステムが完全にしますと。カメラで前方を AI カメラで見て、なんか支障物が入ってきそうだよって言ったらもうブレーキをかけると。でその時にシステム開発するのにですね、ちょっとでもおかしな事象があったら止めるっていうとシステム開発やりやすいんですよね。だけど例えば古新聞が舞っただけですとかね、雪がちょっと積もっただけですっていうたんびに止まってたんじゃ交通システムとして機能しないですよね。でそういう部分の判別はむしろ人の方がずっと精度高くできる話で、でそれは30代40代の働き盛りの人である必要はなくて、もう70代場合によっては80代の方のできれば鉄道の業務経験のある国鉄 JR OB の方とかに働いていただくと、事業としては人件費安く済んで、で安全はシステムが万全ですと。だけど止めすぎないために人が判別をしますと有人自動運転を推奨しています。それから新車は加減速性能いいものを入れて、車と同レベルの加減速性能、まあバスと同レベルにすれば1キロピッチで駅作っても大丈夫なので、新たに旧新駅、それから行き違いを増設して、で所要時間は、まあ、若干は伸びて25分ぐらいになって、でさらに 1.3 倍で4600で、第4期はさらに行き違い設備を増設して車両も増備して、平日朝夕はもう10分おきで、その他でも20分おきって、こういうローカル線でこのぐらい走るともうびっくりする人、北海道の方多いと思うんですけど、でも東京や大阪のね、150年の鉄道の歴史なり現状を見たら10分おきなんて別にもう昭和の時代から当たり前にやってる話であってね、鉄道としては全然奇抜なことでも何でもないし、でましてや有人自動運転で運転手の人件費がかからないようにすれば十分財務的にも成り立つ話で、この段階で、まあ、2000人から3倍増の6000人で、私の想像ではこれをさらに上回るはずだと予想していますが、まあ事業計画練る上で安全側で数字をこういうふうに出しています。でも10分おきいったら1本逃したって、まあ、次待ってりゃいいやと思いますからね、はいはい、全然生活感変わります ね、だからそれ考えたら、うん、3倍より多分ずっと増えると予想されます。で次がですね、はい、44番今の実施内容と、はい、それから利用増少なめ見込みに対して収支がどうなるか、はい、で0期から4期までさっきと同じです。で投資額1期は最小 で固定費と変動費が今年間でですね、はい、4.8 億と 2.4 億というのはその協議会で公開されている資料からですね推計をした数字です。だから正確な金額は JR 北海道の内部情報にアクセスしないとわからないわけですけど、私はそういうことができるポジションではないので、はい、公開データに基づいて有効数字2桁の範囲でこのぐらいの金額です。で売上が 1.8 億億円で 5.4 億円の赤字ですと。で第1期に関しては固定費は変わりませんと。それから本数を思いっきり増やすので変動費は倍以上に増えます、うん、で売上は、はい、1.4 倍の想定なので 2.5 億円でこれと、まあ、これで計算するとね、出が10億円で入りが 2.5 億円なんで 7.5 億円の赤字になっちゃうんですが、先ほどからお話してる8億円をね投ずることによって5000万円の黒字になるわけですよ。で今よりもずっといい状況になると。で第1期でさっきの話でですね、余市東口改札作ることと駅を、はい、2つ余市町内と小樽市内に1つずつ作った段階で若干を、まあ、1億円ぐらい本当に最低限の駅作ってね投資して、で固定費分として減価償却金が発生してくるので、まあ、1000万ぐらい増えて、で変動費はこの時点と変わりませんと。で売上がさらに増えて、で8億円投入すると
黒字が1億円超えますと。で第3期は今度は思い切って投資をして新車入れて新信号入れて有人自動運転にして、で減価償却費が増えて固定費が増えますけど、一方変動費はもう半分に下がるとして、で売上もこのぐらい増えて、で8億円投ずるとさらに黒字が増えますと。でこれは安全側で見てて、実際はですね新たな信号システムとか新車入れるとなると国の補助金でそれに付随して道の補助金、場合によっては一部沿線自治体負担分で事業者負担じゃない分が相当入るので、これよりも もっといい成績になりますが、投資に公的補助が入ることで収支改善するんですが、ここでは安全側で全額自己資金で、まあ、融資等を含めてですね、やるという想定で試算をしてもちゃんと黒字になりますと。で第4期は大泉さんびっくりされたラッシュ時は10分おきに運行するところまでやると、はい、さらに利用が増えてこうなりますということで、ちゃんと財務的持続性がありますよという中身です。これ地域の地元の方たちからしたらすごい改善ですね。本当になんか1時間に1本どころか 2時間とか3時間に1本ったらね、ほとんど使えないじゃないですか、はいはいはい、逃したらもう終わりですもんね。でしかも街中で線路目の前に見えるのに駅まで歩くと40分かかりますとかねさっきのイオンのね筋改札口がないってね、はい、なかなか衝撃的な話ですね。まあ余市の東側に町が相当税金投じてですね、区画整理をして、水道とか電気まで引いたけども売れ残ってるところがあるんですよ。でそこも裏口改札作ってかつこれだけ便利にしたら、多分一気に売れますね、それはなんか不思議な話ですね。なんかこうお聞きするとそれがなぜやらないのか、お金ないからですかね。で現に25億円赤字が今まで出続けてこれからも出続けるんですよね、でその使い道をさっき説明したようにシフトするだけでこれは実行できるわけですよ。でもこれまあお話を伺うとこれ今の方たちがそのままやってもダメですよねきっと。でこの作戦はこの新会社を作った時に、はい、その例えば新規に鉄道のね人手を採用をして育成をしてなんて言ったら難しいですね。できっこないですよね、ですから働く人たちは JR 北海道の現場で働いてる駅の人とか保線の人とか乗務員さんとかの皆さんがそのまんま新会社に出向で、で人件費は新会社が 100% 負担しますと。だから土地と施設と車両はJR 北海道から、まあ、実費でちゃんとお支払いしますと、でその金額はこの8億円投ずることによって全部賄えるので沿線自治体が負担することもないし、新たに大きな資金を調達しなきゃいけないということもなくできるわけです。これこのリバイバルプランっていうのはこれ実現、まあ、分社化っていうのは実現する可能性のある話なんですか。まあ、そのためにこの提案をずっともう具体的な中身まで含めてまとめてます。あすごいですね、改革ですね、いや素晴らしいと思います。で、はい、あとはくっちゃんニセコ方面のバスもちゃんとできますよっていうことで、おしゃまんべ与一のバスの収支見通しということで、この表をクローズアップすると、はい、おしゃまんべ与一のバスの収支見込みで、おしゃまんべニセコとニセコ与一に区間を分けて、はい、まあ、距離でいうとこのぐらいになって、はい、で運行本数をニセコから与一側は鉄道と全く同じ本数で35往復ぐらい でニセコから向こう側はね全便を定期便で走らせると多分空気を運ぶ便が相当出ちゃうので、はい、私の想定では1時間に1本は定期便にしますと。でそれ以外の便はスマホなりで乗りたいですっていうリクエストがあれば運行しますという方式にすることによって余計なコストはかけない。で平均20往復ぐらい走らせる想定で収支試算をしています。それから1キロあたりいくらかかるっていうのが国交省のデータで全国のバス事業者からね、はい、お宅の会社バス1キロ走らせるのにいくらかかってるんですかっていうのは毎年報告が集まっていて、でそれを集計したものから推計をしてキロあたり350円400円としています。だから例えば55キロ
の片道の便が20分走ると1000キロちょっとですね。で往復で2000キロぐらいになりますね、はい、1日あたり。で2000キロかける、350円だと、1日あたり、70万円ぐらいになるわけです。でそれが365日で、2.8 億円ですと。でこっちも同様の計算で合わせて10億円ですね。でそれに対して売上がどのぐらい見込めるかというのを出したのが、輸送密度、鉄道時代の数字と比べてニセコと陽一の間はあの並行しているバスの利用者もいるのでそれを上乗せして、はい、あとは今と比べて圧倒的に便利になるので多分これよりもっと利用者増えるはずですが安全側で1000人にしてます。からおしゃまんべニセコも、はい、おしゃまんべ高校だとかねいろんなところも目の前まで病院の前にも行くので利用者現行より増えるはずですが安全側で200、まあ、数字丸めて200人にしてます。であとバスって鉄道と比べてね特に高校生すごく高くなるんですよね。でそのこと地元の皆さん全然分かってなくてバス転換しても大丈夫だろうなんとかなるだろうと思ってますけど、はい、鉄道と比べてですねいきなり倍とかになっちゃったりするんですよ。あの同じ通学定期がでそれはしないで、はい、ここでは鉄道と同レベルの運賃設定であの通学定期割引とかも考えて平均で1キロ15円で試算をしています。だから例えばここで言うと1キロ15円で55キロ走ると800円とか900円とかになって、で1日あたり利用する人が200円だと売上1日あたり日照で15万円オーダーとかになるわけですね。で365倍すると6000万オーダーぐらいの売上と。でこっちも同様に計算して 3.8 億で合わせると 4.4 億の売上なので10億の経費に対して赤字になるわけですけど、だからさっき言った8億円投ずればこれもちゃんと賄えますと。でむしろ余っちゃうんですね、はい、5.5 億円の赤字に対して8億円投ずと 2.5 億円。じゃあ 2.5 億円どこに投ずるかっていうとその岩内方面とかねあの車庫端方面とかその鉄道沿線じゃないところのバスも今車庫端方面とかね廃止で進んでて大変な状況になってるんですけども そうですね、はい、そういうところもあのカバーできて尻べし全体の公共交通が便利にできるわけです。よく考えられてますね。でもこれ見るとやっぱりあれですね、このこちらの路線ってまず乗ったことがないので、はい、どんな現状かも全く想像つかないんですけども。で私はですね机上の空論にならないよりも徹底的に現場に行ってですね、この2年間で今日今札幌にいますけども、はい、北海道に来たのがですね14回目ですで、まあ陽一はもう頻繁に行ってますし、それからニセコクッチャン、蘭越、まあ、おしゃまんべ方面含めてですね、チリベシニエリアも相当回数行って、鉄道もバスも、それから街の広がりとかね、施設がどこにあるとかも現地見てますし、地図上でももうじっくり見た上で、これを練っています。いやー、車でいつも行ってると全く考えないですからね。はい、非常に新鮮です。であとですね、はい、最後に、はい、これ皆さんびっくりするかもしれないですが、はい、去年の3月27日の、はい、北海道新幹線並行在来線対策協議会第13回しりべしブロック会議という場で、はい、沿線市町の首長さんが全員集まった場で、はい、全線バス転換に決定したというふうにマスコミでも報道されましたから、はい、見ました。道民の皆さん全員そう思っていると思うんですが、はい、実は違うんです。でその時のその北海道庁の交通企画官という交通政策の最高ポジションの方がこういうまとめをしました、はい、今後のスケジュールについてでございますが、おしゃまんべ小樽、まあ、山線の全区間ですねはバス方式という方向性を沿線自治体の皆さんから確認いたしましたので、はい、今回の協議におきましてはバスルートやダイヤの検討、バス転換の前倒しって話も出てます、はい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 、でこの前倒しに伴う JR 支援って言い方になってますけど、決して JR が支援するわけではなくて、はい、その地域のために使うのが普通に考えて当たり前でしょうっていうのが私の考えですが、まあ、いずれにしろ25億円を活用する可能性もこの時点から話が出ています。なるほど。でそういうのがあるのかどうか、この3つの協議事項とさせていただきたいと思います。だからこの時点でバス転換って決定してないんですよ。だからその
バスルートやダイヤをバス会社と協議調整をして、こういうふうに決まったのでバス転換決定しましたってこの時点ではなっていなくて、はい、バス転換バス方式という方向性でこの場で確認しました、今後これからバス会社と詰めてルートやダイヤを決めていきますよっていう整理がされただけなので、実はバス転換決定していないんです。これ、この後にそういう決定したところがあったわけじゃないんですか？ないんです。でバス会社ができないよ、ドライバー集めらんないよって言っちゃったら、はい、バス転換できないんですよね。だから今後そういう話が出てきた場合に備えて、私は鉄道を改めて与一小樽は生かす、それから与一から長万部に関してはその新幹線開業を待たずにできるだけ早い段階でバス転換することによって年間25億円を財源にして便利な公共交通を実現できるという具体的プランをまとめているんです。ぜひ頑張っていただきたいですね。いやそれもそうですし、なぜさじゃあその決定したみたいな報道になってるんですかね。不思議ですね。で改めて去年の3月頃のですね、はい、同心の記事今ネットでも残ってますから見るとですね、はい、みんな決定とかね、はい、決まったとかって載ってるんですよ。載ってますよね。でその頃のテレビの報道もおそらく同様だし、はい、それから他の新聞もね同様にみんな決定とか決まったっていう表現をしてるはずです。あくまでもこれは方向性ですよっていうマスコミ報道は私がいろんなところ見た限りないですね。だけど現実はこうなんです。これ仕組まれてるんじゃないですか。そんなわけないですか。いやなんかね不思議な話ですね。いや安倍さんの場合ねきちっとねデータをちゃんと揃えて事実を揃えてこうお話しされてるじゃないですか。で現状をちゃんと調査してねその上でのこれはお話なので、はいはい、なんかねなんか大変不思議な話です。こういう状況が決定したってことになってるってことは意図的に私はそうしたい人たちが多いのかななんてね思っちゃうので、まあそれは別として本当にその地域の方たちに便利に使っていただくことが一番の目的なので、はいはい、でさっきお伝えされたちょっと予算が余るんだったらもうちょっとね鉄道を皆さんがね楽しんでもらえるようなこととかね有効に活用することに回せる可能性があるわけですよね。なんかねそういうのも地域の方たちと一緒に作れたらいいんじゃないのかなって、はい、せっかくニセコみたいなね特殊な地域もあるし、この前おしゃまめ行ってきましたけどねやっぱりカニ飯うまいんですよ。やっぱなんかねカニ飯だけ食べに行きたいなと思いますけど車で行くとなるとちょっとなと思いますしね。本当にいろんな可能性をね北海道に見出せる話だなってちょっと今日は感じました。で、おしゃまんべとくっちゃんに新幹線の駅ができて、はい、今のまま行くと、はい、新幹線開業の前日までおしゃまんべもくっちゃんも在来線が走ってましたと、はい、で新幹線開業した今日から、はい、ニセコに行く鉄道もおしゃまんべから黒松内に行く鉄道もなくなりましたってことになっちゃうわけです。そうですね。でそれっておかしいですよね、ええ、新幹線ができる前は来訪する人も少なくて鉄道特性がないけども新幹線ができれば首都圏からも東北からもあるいは空港を経由するとその日本中から場合によっては海外からたくさんの人がこの尻べしなりおしゃまんべに来れるようになるんですね、はい、でそれが接続する鉄道が昨日までありました今日からありませんっておかしいというか、もったいないですね。せっかくそこまで来てるのにね利便性が悪くなるっていうので今日は新幹線開業の前日までのお話しましたけども、はい、その新幹線開業した後はね年間25億円の言ってみれば財源がなくなるので、はい、それ以降の財務をちゃんと持続性持たせるためにはもうワンステップしっかりした計画練らなきゃいけないんですね。でそれはそれで作ってありますので、はい、それは次回以降またこの場でお話しさせていただければと思います。わかりました。今日はここまでですね、はい、いやでもなんていうんですかね私本当に何回も言いますけど廃止とか、ね、そういうんじゃなくて、存続とかねそういう言葉ではなくて活用っていうのがね、はいはいはい、私は非常にいい言葉だなと思いました、うん、なんかね鉄道って北海道特になんか暗い印象あるじゃないですか。本州とか行くとねすごい利用の方多いし料金も安いしでも北海道来るとね料金高いしなんかねだんだんやっぱこれはもう配信されるのは仕方ないんだななんて思ってましたけどねやっぱりすごく安倍さんの話聞くとあそういうことをすることで地域の方が便利になるっていうのが一番なのでそこにつながるお話だなと思って聞い取りました。はい、もうぜひですねこれ実現していただきたいですね。
まあ、今日お話ししたこと、それから尻べし読みでずっと連載書いてることですね。決して机上の空論じゃなくて、はい、社会の現実にしたいと思って、このプラン練ってますので、ぜひ本当に実現したいと思ってます。そうですね、あのこれその尻べし読みより の, あの記事ってあのバックナンバーで見れるっていうので、はいはい、それもあのどっかにねちゃんとこう書いといてもらって、あのピッと押すとね見れるようにしといてもらえれば、はいはい、あのいいかなと思いました。なのでじゃあもう一回画面出すとですね、覚悟左下に全部 QR コードつけてますので、はい、これスマホで読み取るとアクセスできますし、それから並行座礫船リバイバルプランで、はい、Google でも Yahoo でも入力すれば出てきます。そうですか。あとねちょっと URL もちょっと載せておいてもらって、見れるようにしていただければ、鉄道に興味ある方とかやっぱり地域の方たちにはちょっと見ていただくのがいいかなと思いますし、はい、まあ読売入ってるんだったらねそれ撮ってる方は見てるんでしょうけども、ぜひこれをみんなに知っていただきたいなと思いますので、これからもですね、はい、情報発信、はい、またさらにお願いします。またこの次がね、はい、あるってことですので、はい、その次も、またね皆さんにお届けしたいと思います。あといいですか、今回は、はい、まあ、次の話で、はい、ニセコって、はい、まあ先日も行きましたけどすごいですよ。すごいですよ本当に。もう世界中、日本中の裕福な人たちがもうどんどん集まってきてる状況 で、はい、で中国の人がまだ来てなくてすら今の状況ですから、中国の皆さんも自由に海外旅行できるようになったら本当に人が集まる。でそこに新幹線の駅がねクッチャンにできるってすごい話 で、 すごいですね。でもし鉄道をなくしてしまったらクッチャンの駅に着いた後ね、全員がバスだとかレンタカーだとかホテルの送迎バスに乗るって、それどうやって裁くのよと。そうですね。でそうじゃなくて、うん、そっから鉄道でねニセコ蘭越方面行けますとかね、小沢余市方面行けますってやるとエリアとしてその人をたくさん呼び込めるし、クッチャンの駅周辺だけもう人が集中しちゃって大混雑する、あるいはそれがネックで行く気がなくなることを防げるわけですよね。そうですね。でそのためにも、うん、本当にその新幹線札幌延伸後こそこの山線が活躍する本番です。その話は次回改めてまたします。よろしくお願いします。いや今日もですねまたこう活力というかですね、なんか希望が湧く内容でした。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では今回の、北海道の鉄道を生かそうボリューム5ですね、はい、これ以上で終わりたいと思います。また明日もご覧ください。ありがとうございました。